さんこんにちは、親父です。2023年2月2日午前3時を回ったとこですね。昨日までね、少し暖かさがあったんですけれども、今また北風が吹いてね、とは言っても最低というか、今現在の気温が8度なんでね、まあ、この時期にしちゃ暖かいと、8度は暖かいですよ。いつもこの時間ね、2度とか3度ですからね。この前なんかね、先週なんかマイナスでしたからね、マイナス3度とかめちゃめちゃ寒かったですわ。まあ、そういった今日2月2日の親父の動画をスタートしたいかなと思います。噛みまくるだな。まあ結構日本語難しいので、私上手に喋れませんといったところでね、では早速今日もね、ラジオ代わりに聞いていただければなと思っておりますけれども、で私毎日ヤフーのニュースをねチェックするんですけれども、その中でね、ドラッグ事故など、そういったね、ドラッグ関係の記事をねいつも読んでいるわけなんですけれども、もう毎回動画で上げますけれども、2024年問題、もう毎日のようにね、ニュースに取り上げられております。そんな中ね、このままでいくと2024年はドライバー不足が深刻になるとか、なんかね、2030年だったかなんだかね、九州への荷物が届かなくなると、3割とか3割しか届かないとかね、なんかね、そんなニュース記事もありましたね。で、東北は東北でね、荷物が届かなくなると、それまあ当たり前ですよね。長時間労働ができないトラックドライバー、それは荷物がね直に着かないですよ。例えば山口から東京までの荷物、まあ、山口県から東京まで全線高速使いましたらね、14時間ぐらいで着くんですよ。まあ、スピード上げればもっと早く着くんでしょうけれどもね、まあ、80キロと430の休憩、まあ、今現在であればね、14時間ぐらいでね着くと思います。朝出した荷物が明日の朝には、まあ、東京に着いていると。でそこからまあ出荷作業やって、まあ遅くとも次の日の夕方には荷物が着くといったような感じなんですけれども、それが来年度からね、もう長時間労働ができない。で、トラックドライバーだけではないですよね、長時間労働、あの倉庫作業員の方もね、結構長時間労働をね強いられることもあろうかと思いますけれども、そういった中でもう長い時間できなくなると。で、まあ、倉庫作業のせいよ、まあ、3交代など2交代3交代などでね、まあ、3交代までいらんか、まあ、2交代とかねすれば、まあまあ回るんじゃないのかなと思いますけれども、いずれにせよね、トラック業界給料安いです。トラック業界ってね、給料安いんですよ。で、なぜ給料がいいというイメージがあるかと、それはね、長時間労働をするからですよ。トラックに乗ってて8時間でね、8時から仕事をやって5時には終われると、それで手取りの30万円とかはね絶対にないですよ。まあ、あるところもあるかもしれません。でもね、そんなないですよ。俺んとこ8時間で
30万円あるよと言ったところはね、まあ、よっぽどのことがない限りないですね。でそういった会社にはね入れません。そもそも入れません。なぜならそういうところはねやめないからですね。で、運転手不足と言われるのは給料が安くて、で長時間労働、休みもなくて、休みがない、で長時間労働させられる、で過酷ですよ。でその中でやはり給料が高くない、でそれに気づくんですね。運送業界に憧れてきた人はね、それにね気づくんですよ。トラックの仕事を給料がいいと思って入ってきたんだけれども、実際やってみたら休みはないわ、長時間労働だわ、でその割にはそんだけやった割には給料安いなと言ったところなんですね。でその安い原因はですね、運賃が上がらない、これがね一番だと思います。運送業界運賃が上がらないと。で運賃の値上げというのはね、なんか私この業界に長いんですけれども、運賃値上げというのはねなんか聞いたことないですね。運賃の値下げ、ダンピングじゃない、なんちゅうんですかね、あれね、まあ運送屋で、まあうちは荷物じゃない、その運賃を下げて荷物を取ると、まあ予想がですね、例えばですよ、5万円の運賃だとしたら、うちは4万8000でやります。そうしたら今度はうちは4万5000でやります。いやいや、うちは4万円でやりますよと、もうどんどんね、運送屋の方がね運賃を下げると、そんなことをねやってきたから運賃上がらないんですね、結局は。でそれは喜ぶのは誰かと言ったら、もう荷主ですよね。でもほっといても、うちは運賃下げてやりますので、仕事をください、荷物をくださいと言ったようなところはね数多く出てきたんですね。これがね、そもそももう運送業界が破綻する原因じゃないのかなと。結局は自分たちの首を絞めてきたと。これじゃあね、運送業界は立ち行かなくなりますよ。で、電気代だって上げるじゃないですか。中国電力、東京電力、関西電力とね、九州電力、いろんな電力会社がありますけれどもね、まあその中でも、まあ後から出てきたような電力会社は、うちは電気料金安いので、うちで電気使ってくださいと、うちの電力会社に入ってくださいと言ったようなことがね、ありますけれども、でもね、そういった電力会社も潰れているんですよね。倒産しているんです。あまりにも今燃料が高騰してるじゃないですか。で、何もかもがね値上がりしている。で、その中で安くするからうちの電力会社を使ってくれと、そういったところはもうね多額の負債をね抱えてもう倒産している。で太陽光エネルギーもそうですよね。ソーラー発電しているところももう結構倒産しているといったことはね聞いたことがありますけれども、そんなことをねしていると自分たちのね首を絞めるんですよね。で
まあ、運送業界もそうなんですけれどもね、まあ、これからはその価格を値切るんではなしに、安くするんではなしに、もっと違ったねサービスの提供といったところでね、やっていったらいいんじゃないのかなと思いますけれども、まあそれにしてもね、そのトラック業界が、まあ、運送業のトップといったら、まあ昔で言えば運輸省とかね、なんでしょうけれども、まあ、それとは違って、まあ、トラック協会あるじゃないですか、全日本トラック協会と。でそういうところがね、もうしっかりと、もう運賃値上げしますと。もう燃料も高騰しているし、で車自体もね、トラック自体もね、値が上がっていますよ。もうね、すべてのものがね、値上がりしているんだから、もう運賃もね、当然上げていかなければ、運転手の給料がね、出ないですよ。その辺のところもね、しっかりと考えてもらいたい。で、これから2024年に向けて、長時間仕事ができないわけじゃないですか。でね、さらに、人員がいると思うんですよね。逆にね、人がいるんじゃないかと思います。まあ、例えばですよ、大きな会社であれば、まあ昔みたいに通満運行で対応すると、まあ2人が1台の車を使ってすると、まあ一人が運転しているときには、一人はもう仮眠と。そういったところでね、長時間労働に二人がやれば、まあ、埋め合わせできるんじゃないのかなと。その代わりですよ。その代わり、人件費が倍かかるんでね。やはりそこで、運賃も値上げしないと、まあ、当然、通満運行というのもできないと思います。まあ、これはあまり現実的ではないかもしれませんけれどもね。で、荷物がつかなくなってもね、当然ですよ。もう一人の運転手が移動するんで長距離するんであれば、もう片道せいぜい400キロとかぐらいですよね。もう長距離はできないと。まあ、片道400キロはあれか。もう片道200キロですね。それ以上はね、もう仕事がね、できなくなるんじゃないのかなと思います。はい。まあ、例えばね、大阪、まあ、長距離をするとして、大阪に行くんでも、1日じゃ着かないですよね。もう岡山あたりで、まあ、山口県から言うと岡山あたりで一泊と、で次の日の大阪行くと、大阪行くのに、まあ、山口県から関西方面に行くのにもう2日行程ですよ。そんな時代が来るんじゃないでしょうかね。まあ、これもね、現実的ではありませんけれども、そうなったらもう長距離なんかね、やれませんよ。関西に行くのにね、5日行程なんてね、考えられませんね。ですので、もうとにかく稼げなくなるとますます運転手が減ります。なので、もう運賃の値上げというのはね、大幅値上げですよね。少しじゃなしにね、もう大幅な運賃の値上げをしないと立ち行かなくなりますよ。もうね、誰も運転手ね、しませんよ。私よく言うんですけれどもね、こんな割の合わない商売をね、やっちゃダメですよ。特に長距離なんかね、まあ、運転手やるんで あれば地場で夜勤がある仕事がおすすめだと思います。そしたらね、
夜勤の割増しがもらえますので、そういったところも考えてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。